アルノルト・ゾン・マーフェルト・アルノルト・ヨハネス・ゾン・マーフェルトは、ドイツの物理学者。原子物理学や量子力学の開拓的研究を行い、微細構造定数、軌道磁気量子数、スピン量子数を導入した。金属内の自由電子の量子論などに業績を挙げた。教え子のうち、ハンス・スベーテ、ピーター・デバイ、ベルナー・ハイゼンベルク、ボルフガング・パウリの4名が、ノーベル賞を受賞しており、 才能ある若者を発掘して伸ばす能力をマックス・ボルミやアインシュタインに称賛されている。ケーニヒスベルクに生まれる。そこで数学を学んだ後、ゲッティンゲン大学に移り、1900年からアーヘンの大学で流体潤滑の理論を研究した。流体潤滑に関する無次元量であるゾンマーフェルト数に名前を残し、現在のトライボロジーの礎を作った。 1906年からミュンヘン大学の物理の教授になり、アルベルト・アインシュタインの特殊相対性理論に数学的基礎を与える研究を行った。金属内の自由電子の量子論などに業績を上げた。また、ローアの量子条件を一般化している。ノーベル賞受賞者のハンス・スベーテ、ピーター・デバイ、バルター・ハイトラー、ベルナー・ハイゼンベルクや、ボルフガング・パウリは彼の弟子であり、 他にも多くの著名な学者を育てている。1951年、ミュンヘンで交通事故のため重傷を負い、それが元で死去した。ありがとうございます。